やっぱりこの国で、まあ、カナダでもアメリカでもですけれども、常に自分のアイデンティティは何だろうかってずっと考えながら、だけどやっぱり立派にこの社会で社会に貢献してるわけですよね。それはすごいなと思います。どこにいてもそういうことができるんだなということと、それからやっぱりこういうところでも私たちが忘れてるような日本の文化が生きてるのを見るとハッとしますよね、うん、最近はそういうことであちこちで驚いてますけどね、うん、70年代にいただいた元気っていうのはやっぱり人生こういうふうに生きるべきかっていうね、女の人がね、もう男の人ももちろんそうですけども、こう自分で決心して自分でその生きてくるって生きるっていうのがね、素晴らしいなと思って、そこから随分学びましたけどね、うん、なかなか到達しませんけどそこまでは。